タイム6は、1977年4月4日から1987年10月16日まで、朝日放送テレビにて放送された、関西ローカルのワイドニュース番組である。放送時間は、月曜日金曜18時18時30分、後に、全国ニュースを挟む形式へ移行してからは18時18時52分に、拡大。協力、朝日新聞社。 毎日放送の MBS Now に遅れること2年、それまで TBS 系列に属していた時代から、吉本興業と松竹芸能のお笑いタレントが1日交互に出演するお笑い番組夕焼け小劇場が帯で編成されていた18時18時30分の時間帯は報道番組枠に改め、関西地方では2番目のローカルワイドニュースとして登場した。 なおこれに伴って、十七時五十分マイナス十八零零の朝日新聞社制作の朝日フラッシュニュースのネット受けと、十八時五十分マイナス十八五十五の ABC フラッシュニュースはおのおの廃止され、当番組へ統合された。また、朝日新聞社は、この番組への制作協力、ニュース素材提供などとは別に、朝日フラッシュニュースの後番組の位置づけとして、 18時53分 -19-00 に生放送されていたミニ番組への提供を行っていた。初代キャスターは当時朝日放送の解説委員だった草壁義彦。1985年からは当時朝日放送のアナウンサーだった村田義雄が担当した。アシスタントキャスターは女性では東野雅子、長井幸子、伏見雅子。 黒崎京子、鳥居息子が、男性では、金城健けんいち、村井守が担当した。毎回オープニングの冒頭では、こんばんは、草壁です。こんばんは、ですとコメントしていた。番組は、その日のローカルニュースや、天気予報のほか、視聴者の視点に立った柔らかい話題も数多く、伝えていた。ベテランキャスターの草壁を囲む、各キャスターは、スタジオ出演をするだけでなく、 様々な取材に出て体験レポートを行っていた。ニュースを中心にした番組であったが、それまでの堅苦しさとは違い、ニュースの見せ方をわかりやすくしようという試みを数多く言った。この他にもシリーズ企画として、関西在住の地方出身者に向けた、ふるさとは今、学校を訪問する、給食拝見など、様々な企画が放送された。番組は、 スタジオの出演者の後ろ側を緑色の幕で覆い、そこに画面を当てはめるという黒マキーの技術を日本で初めて採用した。オープニング18時を知らせる鐘の音を合図に大阪駅前にある大阪丸ビル屋上で当時稼働していた電光ニュースが6時です。タイム6朝日放送テレビの文字を流すところを同局本社の屋上カメラがアップで撮影。オープニングでは そこに放送日の日付土曜日を字幕で挿入した映像を流していた。木田太郎作曲のテーマ音楽が流れ始めると、電光ニュースのアップ映像が徐々に大阪市内の望遠映像へ切り替わる間に当日のヘッドラインを字幕で紹介。その後にタイム 6ABC という番組タイトルロゴを表示した。このロゴは6の元半分の O の部分を 愛嬌のある顔に見立てたデザインで、鼻の部分が午後6時を指す時計の針になっていた。タイトルを出した後は、望遠レンズで、大阪の遊戯を写したまま、提供クレジット、協力朝日新聞の順に字幕を表示。制作朝日放送の字幕が映ると、テーマ音楽がちょうど終了して、映像がスタジオへ切り替わるようになっていた。スタジオが映り始めると、 キャスター席後方のブラインドが左右に開くことで視聴者に再び有形の映像が見える趣向になっていた。ブラインドの奥には黒マキー用のスクリーンを設けていた。男性のサブキャスターはメインキャスターの右側に座っていたが、サブキャスター席の背後にストレートニュース用の大型モニターを設けていた関係で男性サブキャスター席をメインキャスター席から右90度の場所に配置。 男性のサブキャスターがストレートニュースを伝える場合にはメインキャスター用のカメラとは別のカメラで背後のモニターと一緒にワンショットで映すようになっていた。なお、1985年頃のオープニングは途中まで蒸気と同じだったが18時を知らせる鐘の音がシンセサイザーになっており BGM も変更されていた。またタイトルロゴが奥から回転し、 こちらに向かってきてハリメ特が表示され、その後にタイムと ABC のロゴを一つずつ表示していくアニメーションが追加された。また、マルビルからの6時ですの文字はテレビ朝日系ドラマ西部警察パート3の大阪神戸編で大きく映されている。また、CM 前のジングルにもテーマソングの一節が使われていた。 放送初日にハイジャック事件が発生し、初日から番組内容が変更され、番組冒頭、初回の挨拶などを一切行わずにこのニュースを伝えた。なお、裏番組の MBS Now も放送初日にハイジャック事件が発生したことから内容が変更された。この番組は KBC ニュースプラザやニュースイブニング朝日を生むなど、 アンケ列局のローカルワイドニュースの制作、編成にも大きな影響を与えた。また、ふるさとは今は、朝日放送の夕方ワイド番組、ムーブ、で一時復活した。1983年4月4日からは、全国ニュースの放送開始時間が18時25分からになり、天気予報コーナーを18時45分からに移動。全国ニュースを内放する。 形の52分間のワイド番組となった。この際にエンディングも簡素化され、最後の CM 明けに BGM を一切流さない、お天気カメラの映像を5秒間流しただけで終了する形式に変更された。1986年9月29日、全国ニュースが18時開始とさらに繰り上がり、18時から1分間、ヘッドラインニュースを2から3本表示した後に、 大阪から挨拶。東京からのニュースを挟み、18時20分から関西のニュースを伝えるという形式になった。また、ここでもエンディングが10秒に延長され、タイム6の立体ロゴをバックに BGM を流す形式に再度変更された。1987年10月19日、全国ニュースの時間帯が19時台に移ったことで、 朝日放送のローカルニュース枠の時間も変更。番組はニュースウェーブ ABC に後を託す形で終了した。この番組の10年半という放送期間はニュース、U シリーズが2011年9月30日に11年で終了するまで同局のローカルワイドニュースでは最も長かった。1981年12月 ABC がチャーターした。 大阪エアウェイズ社の所有するヘリコプターが、滋賀県安須郡の琵琶湖に水没する事故が発生し、登場した ABC のテレビカメラマンと、機長・整備士の3人が全員死亡した。その当時のカメラマンの撮影映像が、その後奇跡的に残り、その映像が同番組のトップニュースとして放送された。撮影は、同年12月15日に、 大雪に見舞われた滋賀県高島郡の様子を空撮したもので撮影後に八尾市の八尾空港に帰還する予定だったがその後消息を絶ち捜索が行われたが同年12月21日に安郡の琵琶湖に水没していたのが発見されたヘリコプターは中破したものの火災は起こらなかったしかし登場した3人が全員水死体で発見されたしかし カメラマンは水没したヘリコプターからの様子もしっかりと撮影されていた。このテープは12月23日に放送されている。また、この事故から2年半後の1984年7月、兵庫県赤石市で発生した銀行強盗事件発生時、ヘリコプター取材を行った際、朝日放送のヘリが毎日放送のヘリに接触されて墜落し、カメラマンと基調。 整備士の三人が死亡した。中継者よりも早く事件発生現場に向かえるという利点から多用されていたヘリコプター取材。加えて朝日放送はヘリコプター中継を売りにしてきたテレビラジオのワイド番組も当時多数存在していた。しかし、この事故を受けてわずか100万円の銀行強盗事件にヘリを飛ばす必要があったのかという批判の声が上がった。これを受けて 朝日放送はヘリコプター取材に関する見直しが行われ、同時1 0ヶ月かけて航空取材の手引き書を作成した。しかし一方で局内のカメラマンの中に同社への登場拒否が起きる事態まで引き起こした。結局1985年3月をもって朝日放送は同社との契約を破棄。その後は朝日公用との契約を結ぶこととなった。さらに、 同年8月には大阪エアウェイズ自体が朝日公に吸収合併された。ありがとうございます。